この水筒かわいいでしょ。え、まあな、もっとちゃんと見てよ。それよりミユ知ってるか、夢の丘公園に口裂け親父が出るって話。口裂け親父。公園の奥の草むらに小さな祠があって、その近くに行くと出るんだって。何が。マスクをしたおじさんがこんにちはって声かけてきて、こんにちはって返事をしちゃうとマスクを外して耳まで裂けた口食べちゃうんです。浮気だね。そんな話信じてんの。お前を食べちゃうか。全然怖くない。ミユ、探検行こうぜ。探検？口裂け親父探しに行くんだよ。行かない。そんなのいるわけないもん。怖いんだろう。怖くないよ。じゃあついてこいよ。ないじゃん。おかしいな。だいたい祠って何。醤油よりも。だから言ったでしょ、小さくなじなんかね。あった。え、祠ってこれじゃないか。どこにいるの。ほらね、口裂け親父なんかいないでしょ。誰か来る。口裂け親父だ。え、どうする。どうするって。こんにちは。出たー。待って、小太郎、置いてかないでな。やっぱりいただろ。いた。二度とこの公園には近づくな。今度だったら口裂け親父に食べられちゃうぞ。わかった。もう絶対行かない。あれ？あれ？どこでなくしちゃったんだろう。よし、じゃあ昨日の続きお話しするぞ。今日はいい。え、なんで。疲れたからもう寝る。おやすみなさい。そう、わかった。おやすみなさい。
みゆ、準備できたか？そろそろ行くぞ。ちょっと待って。早くしろ。はーい。これじゃ絶対食えないし。何やってんだ？行くよ。今行くよ。おう。あ、そういえば昨夜弁当箱出てたけど、新しい水筒どうした？え、ちゃんと台所に出してたよ。あれ、そうか。どうしよう、早く本当のこと言わなきゃ。さあ元気出していこう。あれ、ミュー元気ねえの。ねえ小太郎、ミューの水筒知らない？水筒？昨日遠足でなくしちゃったの。父ちゃんにはまだ言ってないの。どこでなくしたか知らない？おい小太郎、何やってんだ。はい、ごめん。あ、小太郎、父ちゃんには内緒だからね。オッケー。出たー。あ、待って、置いてかないで。頭が痛い？先に帰っててもいい？そういえば昨夜から元気なかったもんな。じゃあ千恵子おばちゃんに電話して迎えに来てもらおうか。ああ、大丈夫、一人で。少し休んでもなると思うから。だけど父ちゃん、練習終わったら病院行かなきゃなんないから帰り遅くなるぞ。大丈夫、じゃあね。おい、メイウ監督、キャッチボール終わりました。おう、そうか。公園に口だけ親父が出るって話。出たー。二度とこの公園には近づくな。今度だったら口だけ親父に食べられちゃうぞ。食べられちゃったらどうしよう。ピンクの水筒、朝ごはん食べて待ってろ。行ってきます。みゆ、買ってきた。やったー、ありがとう。やったー、これで遠足行ける。
確かにここに落としたのに。こんにちは。また会ったね。お願いだから食べないで。え？やだー。おい、ここに水筒忘れていってないかい？どうしたの？どうしたのよ。どこにいたんだよ。父ちゃん心配したんだぞ。橋の上にいたんだってさ。橋の上？どうして？ミユ、ちゃんと答えろ。どうも、いろいろとすいませんでした。ありがとうございました。ちゃんと言ってごらん。どこで何をしていたんだ。ミユ、ごめんなさい。父ちゃん、ごめんなさい。ミユ、父ちゃんとの約束破っちゃった。約束？父ちゃんに隠し事してた。せっかく買ってもらった水筒、遠足で口裂け親父に出会って泣かしちゃったの。口裂け親父？病院通り
しに行ったんだけど、またこっちだけ親父が出てきて、水道は見つからなかったの。確かに答えて、ごめんなさい、水道をなくして、ごめんなさい。もう絶対ここに戻りません。ごめんなさい、ごめんなさい。許さんぞ、口裂け親父。みーはこんなに驚かせやがって。ごめんなさい。嘘つきじゃないし、隠し事もしていない。だって今父ちゃんにちゃんと本当のことを言ったじゃないか。だからもういいんだぞ。悪いのは全部口先親父だ。水筒も新しいの買ってやっからな。大丈夫。